どうも、吉野春樹と海藤と乗せとう、ぼっちです。直樹です。雑談です。雑談、テーマは今日のテーマはですね、彼女ができたら女友達と2人で遊びに行っていいか行くべきではないか議論をしたいと思います。はい、まず反対派の人。反対派とはどっちですか。遊びに行かない、普通行かないでしょっていう。よし、はい、なんですよ、現状がこうなんですよ。ここに関してはでも僕は絶対譲れないんで。まあね、先に言っときますとですね、これはね、人それぞれの価値観があるわけであって、別に誰が悪とかじゃないんですよ、うんうん、だからね、皆さんぜひね、見てくださって、皆さんも自分と考えがね、違うからといってその人を、もうボロクソに言うとかはなしでお願いしますね。特に俺ですけど。おそらく、この現状を見ると俺が少数派なんで。まずじゃあなんかこいつらがさ、靴下一緒でなんか共鳴してるんだよ。いや俺、人の履きたて靴下履くの初めてだよ。意味わかんないことすんなよ。うわ、なんかすごい自分からやったよ。マジで勝負一緒だね、色が違うだけ。どれ買ったのこれ。自由か。俺も自由。いやこれいい、ぶっちゃけ。え、めっちゃいいよね。いい、うん、俺このさ、足首がさ、なんていうの、見えないやつ欲しいんだよね。話変わってるし。これだね。でもね、これいいと思う、めっちゃ。これいいよ。安い？安いよね。3足ついて300円ぐらいだけど。ほんとに？ほんとそんなもんだけど。ぜひご購入を。わかんねえわ、何で。落ちてくるよ、あれ。ね、知ってるよ。あんまりおかかないほうがいいと思う。え？じゃあまずどっちから話す？じゃあ逆に、うん、多分さ、俺らさ、あれじゃん、俺らはダメ派じゃん。うん、そのダメ派についてちょっとなんかないの？例えばさ、うん、みんながその彼女と付き合う前から仲良く、うん、めちゃくちゃ仲良くて、はい、でも別に恋愛対象っていうか、別にその付き合う好きじゃない、別に、うん、友達として好きだけど、うん、今は別に好きじゃない子がいるとするじゃん、うん、その子とも遊ばなくなるってこと？二人で。二人はないよ。ないね。なんで？彼女からしたら、うん、分かんないからね。俺のさ、感情はさ、うん、その恋愛とかないとか友情とか分かるけど、彼女からしたらさ、別にそれは分からんよ、うん、まあ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 、うん、で、それで勝手に例えば遊びに行ったりしたら、うん、浮気してるだの、まあそうだね、まあ友情なんだよって言ったとしても不安にはなるじゃん、うん、あーもう分かるわ、未来が。どうせ俺の意見が少数派でね、春樹くんないわっていうのがね、溢れなくともね、野瀬くんの考え方好きは来ると思う。イエーイ。あー、うぜえ。お前前から言ってんのはさ、他人のことを考えすぎるのは良くないっていうじゃん。自分のことができるだけ第一って言って、だからその意見は違うんじゃん、春樹にとっては。春樹はまあ自分で、俺らは彼女はいや、ちゃんと俺も彼女のことは考えるよ。うん、でもなんか彼女が嫌がるからという理由で、うん、俺の交友関係を狭めようとは思えないの。それだったら別れると。でも分からないでしょ。いや、そこを理解してもらうまで俺はちゃんと理由を説得する。あ、それで説得したの。遊ぶのはさ、それを説得させた上じゃない。説得してから、もちろんそれはそうよ。いるときはこういう関係の誰々といついつどこ遊びに行くからねって言ってから行ってんのよ、うん、ちゃんとね。それで、あ、いいよって OK もらってから行くから。ああ、それはいいんじゃない。そうそう、だからそこが、あ、そこからだから、まあそれを OK してるんだとしたら、うん、終わりじゃね。終わり。それを OK してくれる彼女と付き合った場合どうなの？いや、いいと思うわ。別にいいだろうけど、個人的に行かない俺は。たとえ彼女が別に、なんか何、その俺が例えば他なんか仲いい子がいるとするじゃん、で、なんか遊び誘われてんだよねって話を軽くしたとして、行ってきなよって言われると、いや別に行かないけどねってなる。なんで？それはその子がそんな好きじゃないから、友達としても。なんかね、違うんだ。彼女ってさ、なんかさ、なんだろう、特別なさ、存在っていうのがあるじゃん。俺が多分個人的に、その一人の女の子付き合っちゃったら、その子以外別に興味なくなっちゃうっていうのがあるから、そもそも多分その遊びに行こうっていう考えさえ出てこないと思う。じゃあ女の子は全員女の子として見てるってこと？そうね。そもそもさ、じゃあさ、まずさ、みんなのさ、好きと友達のどうなってるかは知りたいんだけど。境目ってこと？そう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 。俺の場合はね、
恋愛感情で接してる人、恋愛対象で接してる人が多分広いのよ。なんかね、俺はの中ではこう0がなしで100が超好きだとするんじゃん、恋愛的に、うん、したら多分彼女になる人はその80を超えてきた人がこう好きなのね、俺が、うん、だから75の友達もいれば5の友達もいるみたいな感じなの、うん、だからなんか恋愛対象じゃないならいいよって言われる次は彼女から例えば、うん、困るよね、いや、うんってなるじゃん。だね、うん、例えば75もさ、うん、友達がいてさ、うん、ちょっとイメチェンして、うん、でなんかがあってすごい性格が良くなって、うん、あこいつ女の子として見れるなっていう状態になった時にさ、好きだなっていう、そうそうそう、自分はさ75のつもりで言ったけどさ、うん、スペック的に90のさ、うん、スペック持ってたらさ、もうそれは浮気になっちゃう。それが悪いことだと思わないの俺は。え、そこで関係立つ誰と。え、その90のこと。いや遊ぶ。いや遊ぶっしょ。じゃあ心の浮気じゃん、うん、だからそうなったらだからそうなったらだから浮気だなって思ったら、うん、多分彼女の方を切る、うん、やべえでも彼女がさ、もし自分のことをもしっていうのも彼氏になってるぐらいだからさ、うん、特別 してるわけじゃん、うん、もちろんもちろん。で彼女はさ、その自分のことにを考えてさ、いろいろ行動したり考え方変えたりさ、うん、多分してくれてると思うね、うん、やっぱそこに対するさ責任みたいなのあった方がいいと思うよ、うん、いや俺はあるよもちろん。でも捨てるんでしょ。いやだってそれはそうじゃない。だってそこでさ別にさ他にさ、例えば彼女がその時ね、うん、彼女は一回こうさ80のラインを超えてさ、うん、登ってきたとするじゃん、うん、でまあ付き合ってく中でさ、まあ、それがさ維持されるかまた別のものになるか、うん、まあ、こう下がるかするわけじゃない、うん、でもそれが80だとするじゃん、82ぐらいだとするじゃん、はい、その新しく出会った子がさ90だとするじゃん、うん、したらさこっちなんか今のところは魅力的なわけじゃん。そうだね、うん、でそれでさなのにさでも彼女と付き合ってるからっつって90のゲージの女の子をさ、うん、その付き合ってるからというだけでさ、うん、ミスミスのポイってするのはさなんか自分に正直じゃなくないって思っちゃう。ああまあ確かにそれもある。そう、え、直樹はどうなってんの、その恋愛感、恋愛対象がいないの。なんだろうね、あんま恋愛とかしないから分かんない他の人と遊びに行かない派の人たちはさ、うん、彼女と向き合ってて、うん、彼女と自分との1対1の関係の中で何かしらのいざこざが起きて別れない限り他の子に行かないってことでしょ。そういうことね。だから次自分が新しい恋愛をするタイミングっていうのは自分と彼女の中で何かしらの喧嘩とかがあって別れた後何もなくなったな、じゃあ彼女探すか、彼女探すかっていうか好きな人探すか、うん、遊びに行くっていう感じなんでしょ。うん、それが一般的だよね。うん、そうですね。そうなのか、潔い感じはする、うん、でも別にそれが正解じゃないからね。まあ別に、ね、まあ、彼女に付き合う彼女によるよ結局。まあね、その女の子との楽しさを取って彼女との関係が破綻するぐらいだったら全然彼女取るけどねっていう、うん、ああじゃああれなんだろうな、俺以外のその4人は自分の彼女がその友達だからって言って知らない男と2人で遊びに行くのが嫌だ。そうそう、それは嫌だよもちろん。それが嫌だから自分もしない。 そこかな。だからそうだと思う。俺そこが平気なんだよ。むしろ気持ちいいまであんの。なんで？なんか焼き餅焼きたいのよ俺。ああ、焼き餅焼くことで、あ、俺彼女のこと好きじゃんみたいな再認識されるどういう風になるの。やべえやつかもしれない。嫉妬してることをさ、うん、彼女に伝えたらさ、うん、嬉しいじゃん彼女的に。いやなんかそれで不機嫌にならないんだったら別に。だから俺はそこがうまいから嫉妬じゃなく焼き餅なのよ。なんかすごい2人で遊びに行くのはありえない、嫌だからやめて、まあ嫉妬じゃん、うん、じゃなくてなんかうわ無理、まあ、いいけど別にみたいなぐらいの。分からない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 。例えば彼女が知らない人とさうまそうな飯屋に行ってるとするじゃん、うん、行かれた後に写真とか見せてくるとするじゃん、うん、焼き餅当然焼くじゃん、うん、うわーってなるじゃん、うん、そしたらじゃあ俺とも同じぐらいのところ行こうで済ませるみたいな。だからそういう焼き餅、向こうもそれであってほしいんだよ多分俺は、彼女側も、うん、俺に対してガッツする人が最高じゃないじゃん。そうだね、だからあんまいないよね。あんまいないのかな。
その顔の好みと性格が合う人って多分そうそういないぜ。確かにな。じゃあさ、まず自分の、まあ、彼女以外のね、まあ、自分がするべきこと、俺らだったら、まあ、YouTube しかり、うん、学校しかり、うん、何でもない、どうした早く言って。いやこいつさ、しょっちゅうジェスチャーでこうやってるじゃん、うん、ジップにでもあんじゃん、グラフがあるとするじゃない、うん、俺はこれはもうなんだろうな、普通に自分の生活で全部 100% 埋まってんのよ。で、彼女がここになんかプラスアルファ要素でこう別の縁ができくっついてくる感覚なの。 120% なのよ俺は。彼女がいることによって 20% 増えるの、うん、なんか話聞いてると、のせの場合はなんかそのなんだろうな、 100% の中に入ってんのかなって。俺の場合は自分のさ、この 100% の中に彼女が入って、海の中にでっかい水を落とすみたいな。じゃあ 100% が変わんないってことでしょ。そう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 、YouTube とか私生活のパーセンテージが若干こう押されて、そこに彼女枠がグッて入ってくる感じでしょ。そうだね、そうなっちゃう。もっちは、いやーねえ、のせでも別枠はないかな。俺別枠からキュッっていうのはないわ。俺も別枠はどっちかと言ったらこっちは、俺ここの2人の今の意見を聞いて、俺もその海の中にバッてやった方が分かる。で別枠でどうやってやるの逆に。自分の生活が 100% でさ、うん、例えば時間がないとしてさ、うん、そこに彼女入ってきたらさ、邪魔ってなんで。ああ、いやなんか、いやなんかスケジュール的には 100% だよ、もちろん、うん、彼女と遊ぶ日とか会う日、デートする日はもちろん、まああるよ、あるよ、10%、20% しかり。その自分の絵の方が、そうそうそう、はい、でもなんか、なんだろうな、気持ちの持ちよう。あ、じゃあ自分が生活してる以上の気を使ってるってこと。そうかな、なんか、なんかね、なんて言うんだろう、なんか別に、だから依存しすぎないっていうかさ、なんて言うんだろう切り離せるよって、いつでも。いや、それはちょっと冷たい言い方ある。でもそう聞こえちゃうな、なんて言えばいいんだろう、違うんだよ。今までの話を聞いててもなんかまあそれはわかるよ。でもくっついてはいるんだよ、うん、剥がすときにこうグッってなるけど、うん、そのなんかなんだろうな、俺はほど難しくない。そう、って感じじゃない。これは別れるときに苦しくないって話じゃなくて、もっとなんかポジティブな方向の違うよって話。ついていけんだ俺はそこには。そうだね、そっちのね、わかな、理解できないっていうかね、何なんだろうね。グラフの中に YouTube、学校、睡眠、まあ、男友達と遊ぶ、女友達と遊ぶって、もともとその後でフリーの時の俺が 100% ね、うん、に、あ、彼女できたわ、うん、ドンで、こういう感じだから、なんだろう、100と20、こっちやるときはこっち見るし、こっちのときはこっち見るしって感じ。二重の人格あるみたいに言っちゃうよ。あ、言っちゃえばそうだね。なんかシンプルにそこの自分の方の女の子が、なんでその自分の 100% の生活の中に女の子がいるから、彼女は別に見てない、そっちの今の生活だから女の子と遊ぶのはいいだろうって。でもくっついてはいるから彼女にはそのことは伝えるみたいな。理論はわかる理論はわかるけど、多分そこは理論じゃなくて感情の問題だから違うかなって思う。まあ付き合う人によるんじゃないかな。で、春樹は別にそれが分かる人と付き合えばいいだろうし、うんうん、じゃあどっから浮気理論議論しよう。うわ、出たよそれ。それはね、いや俺はシンプルに